ではですね、ワードプレスミートアップのコミュニティ座談会を始めたいと思います。拍手。はい、ワードプレスミートアップはですね、各地に、それぞれですね、コミュニティがあって、先ほど開会式でお話ししたみたいに、関西はですね、関西ワードプレスミートアップというグループがあって、その中で、大阪だったり、枚方だったり、神戸だったり、京都だったり、滋賀だったり、終わり大丈夫奈良だったり、あるんですけど、今回はですね、他にもですね、全国各地だけではとどまらず、とどまってるか、とどまってないや、とどまってないところまで行ってですね、コミュニティ、それぞれのコミュニティでどういう活動をしてるか、今どんな状況なのかっていうのをちょっと、座談会形式でお話しできたらなと思います。短い時間ですが、お付き合いよろしくお願いします。ではですね、これどうやって進めたらいいんでしょうね。ね、とりあえず、誰から発表したいですか。誰から発表するか。何でだろう。ちょっとノープランすぎる。そう、ノープランですよ。めっちゃノープランだけど、ね、じゃあ神戸からお願いします。なんで？なんで？はい。じゃあスライド使ってちょっと。これこの前やったワードキャンプワードプレスミートアップの、神戸でやった分の、スライドなんですけども、そもそもワードプレスミートアップって何やねんという説明もあるので、このまま使いたいなと思っています。で、そもそもワードプレスミートアップって何だろうというのは、ミートアップ、オフラインのイベントを定期的に月1回程度開催している地域ごとに運営されるグループのことを指しています。2名以上が集まってワードプレスの体験をシェアする場であれば、人数や形式に決まりはないというものになっております。2人以上集まってワードプレスについて語れば、それがミートアップというのがワードプレスミートアップになります。で、ついでなんで、紹介しておくと、これ、世界中でこのミートアップというのが開催されていまして、開催されているところをピンで指していくと、こういう図になるというものになっております。世界各地で開催されていますというのが、ここでお分かりいただけるかと思います。で、我々関西エリアについては、先ほど言ったように関西ワードプレスミートアップというものになってまして、ワードプレスの好きな人が集まって構成される関西地域、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良のコミュニティになります。前に座っている、左の3名は関西ワードプレスミートアップの枠の中で、今最初に司会した隅田さんが平方で、私が神戸で、この後話していただく、一番左の3人のうちの右に座っているのが小西さんが京都を担当しているという状況になっております。で、どんな人が参加できるのっていうのは、初心者から上級者までどなたでも参加できますと。ワードプレスに興味のある人はどなたでも OK です。会社員、フリーランス、休職中、何でもありです。ウェブの仕事じゃなくて、趣味や勉強中でも大丈夫です。お一人で来られる方もいますので、ぜひ気軽にお越しくださいというようなアルミタップになっております。で、この辺りは、紹介してるんですが、はい、この目のミートアップについては、何でしょう、スピーカーと呼ばれる方をお呼びして、前に話をして、みんな話を聞こうっていうスタイルは取ってなくて、ちょうど、今皆さんが触られてるような、こうね、向かって座るような、こう、座談会形式を割と取っています。で、ミートアップでは、まあ、とは言っても、なんかワードプレスのことを教えてくれるのかなっていうのに対しては、過度な期待を背に取ってくれっていう話をいつもしてます。で、セミナーや講座ではないので、みんなで勉強する勉強会スタイルで、分からないことを教え合ったり、情報共有したりしますよっていうので、もちろんワードプレスについて、使ってる、まあ慣れてる方とかも結構参加するので、どうでしょう、割と疑問は解決できると思うんですが、必ずしも 120% の答えは出てくるわけじゃないですよっていうのを、ここで改めて案内をしています。
で、ミートアップの神戸の場合は参加者全員自己紹介というのをやってもらっています。どういう方々が来てもらっているのかなというのを知るというのも一つですし、同時に今ワードプレスに対してこんなこと聞きたいというお話も伺っています。まあ、そうするとね、割と場も盛り上がるので、そういった質疑応答の時間も設けるようにしています。で、あとは、ぜひとも拡散してねっていう話をしています。まあ、繰り返しになりますけど、コミュニティっていうのはセミナーじゃないですよと。あくまでこのように、円卓に囲んでみんなで、お互い、話し合う座談会形式とってますよっていうようなお話をしています。で、大体、いつも神戸でやるときには、ね、3時間、少し長めにとっていつもやってます。昼の2時ぐらいに始まって、この話を大体20分ぐらいかけて毎回やってます。初めて参加する人とか、2回目、3回目参加する人がいたとしても、繰り返し聞いていただいて、覚えていただく、知っていただくと。で、自己紹介も40分ぐらい枠を取ってます。で、その後に、コンテンツを2つぐらい大体やってます。この時はワードキャンプ東京のレポートと、その後は今日のこのイベントについて見どころとかを紹介するっていうのをやって、で、最後質疑を取って時間経って取ってるんですけど、これやった時、6、7名の参加者だったんです。いつもは大体15名から20名ぐらい来るんですけども。なので、このタイムラインは大体無視して、座談会でいろいろ話をするっていうので大体終わりました。っていうところで、まあ、自己紹介としてこういった内容とかも伺ってますよというのが、まあ、神戸になります。まあ、現状ですね、もともと前身のワード、あ、これ違うね、これ違うね。もともと、前身のですね、ワードベンチっていうのがあって、まあ、ワードベンチの神戸っていうのが、去年ですね、去年の9月に終わって、で、その辺を引き継いで、ワードプレスミートアップがスタートしています。で、その時に、担当、オーガナイザーとして、交代をして、僕と、今一応右に座っている太蔵さんと、今この会場にいないんですけども、杉山さんの3名で現状やっているというのが、ワードプレスミートアップ神戸、そうです。になります。こんな感じでよろしいでしょうか。はい。ということで、神戸の紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、1人5分でいきましょうか。大丈夫です。1人5分ぐらいで。そうですね、すごく助かります。そういう資料を用意するのが苦手な。じゃあ次は京都っていう話があったので、京都行きますか。そう、そうする。じゃあそうしましょうか。そうする。あ、スライドウェイスです。
開催ペースを落として2ヶ月に1回で開催場所が改めてでやってたんですけど、今は京都大阪が多めではあったんですけど、最近あの滋賀の人が逆に増えてきたなっていうような印象があります。で、ちょっと前後しますけど、イベントの内容っていうのを技術的な話から事例紹介であったりとか、先ほどの神戸さんみたいな感じで、あの人の相談事を聞いて、それにこういうのいいんじゃないかっていうのを挙げたりしてたら、だんだんとこう、ブロガーの方であったりとか、ウェブさんみたいな人、まあ、サイトの運用だとか、そっちをやってる人っていうのが、増えてきて、初参加ですっていう人が結構増えてきたっていうのが、この移行後に起こったわけですね。で、今年これを含めてどんなことをやったのかっていうのがあって、で、まあ、イベント今年大体2ヶ月に1回だったんですけど、まあ、そんな感じのペースでやっていて、で、そうですね、なんか回数が足りないんですけど、まあ、途中、台風接近で中止にしたのもあって、今年は3本だけやりました。で、ですね、あと1個変えた点があって、あの自己紹介タイムっていうのをいつもやってる中に組み込んだんですよ。というのが、これまでイベント開催した時に、まあ、セッションを設けて間に挟んでワンセッションやってみたいなことをやって出たんですけど、その待ち時間っていうタイミングで、あの誰も喋らない、誰も動かない、動いたら殺されるのかっていうので全然動かなくて、交流もっとしてほしいんだけどどうにも無理だなっていうのがちょっとずっと気になってたんですけど、あのちょっと他のところを見に行こうっていうところで、それで神戸のところを見に行ったら自己紹介のタイミングを挟んで、その結果なのか結構休憩時間喋ってる人が多くて、なんかすごい賑やかになっていいなと思って移入してみたんですね。そしたら、あの、まあ、書いてますけど、休憩時間に話す人っていうのがぐっと増えて、こうみんなうるさいぐらい喋ってて、ちょっと次に行きたいんだけど全く進められないみたいなのがあって、まあ、タイムテーブルガンガン後ろ倒しみたいなのも起こるっていうような感じになってるぐらい、最近は結構交流活発になってきたかなっていうのがあります。であとは、あの運営側なんですけど、最近なんかこう、運営側もちょっと年数が変わってきて、ちょっと忙しい人が増えてきたのもあって、月1開催っていうのが厳しいなっていうのがあって、そこでまあ大体2ヶ月に1回のペースでやってみようというふうに頻度を出したんですけど、結果として、まあ、運営側の都合をつけやすい、まあ、結構やりやすくなったなっていうのがあるのと、まあ、それをやっていく上で運営側のすごくつきにくい時間っていうのは開催しないようにしようといういろいろ縛りしてたんですけど、まあ、割といい感じかなというのは大きいです。あとは、イベント開催する上で、あの前で喋る人がなんかあの人がリーダーなんでしょみたいな感じでいろいろ聞かれるっていうシーンが多かったんですけど、ちょっとそれやめようって思って、他の他にあと2人いたんですけど、なんか毎回その人が前で喋るみたいなところで結果なんか結構分散されて、なんかリーダー感が薄れてきた。で、こういうのやってきた上で今後もやっていきたいこととして、やっぱりこうそのさっき言ってた話の感じで、まあ、動画にいるみんながもっと主役感というか、ただ参加してるだけじゃなくて、なんかいろいろやりに来たっていうところを強めていこうみたいなところを考えています。あと、若干無理してるような気もするけど、セッションを毎度やるみたいな感じにしてるので、その時に喋ってもらう人っていうのが大変な部分があるんですけど、でも喋る人とか喋りたい人、それによって問題解決したい、できるみたいなところまで頑張ってつなぐっていうのは、もうちょっと今後やっていきたいなっていうのがあるのと、あとそれを参加して、でまた、またやりたいなって思えるようなミートアップイベントを作っていくっていうのは、今後やっていきたいなというのが、まあ、僕および他のメンバーとも考えていることでした。というところで、無償国ね、これで、京都は緊張しています。
いい、ありがとうございます。続いて僕行っていいですか、あの関西っていうので、でその後鎌田さんお願いしていいですか、ね、スライドを全く用意はしてないんですか。するかな。あ、来た。よかった。僕はあの枚方のオーガナイザーをやっています。枚方っていうのはですね、まだ僕関西だから大丈夫だと思うんですけど、まあ、大阪と京都の、ちょうど中間ぐらいにある、枚方市という場所で、やっています。で、さっき京都はですね、あのワードベンチ京都から、生まれ変わって、ワードプレスミートアップ京都に変わったっていう話があったと思うんですけど、枚方に関してはですね、逆にミートアップに変わってから、立ち上げた、場所になります。で、枚方はですね、一番最初の開催が9月22日なんで、去年の9月22日なんで、ちょうど1年ちょいぐらいなんですけど、本当にあのまだまだ生まれたくなる感じです。で、目指しているところはですね、他のところとはちょっと違うことをやろうかなと思ってまして、技術的な話とかも、まあもちろんしていけたらいいなとは思ってるんですけど、もうちょっと、初心者よりというか、なるべく簡単な方に行こうかなと思って、例えばワードプレスのプラグイン、こんなのがあるよっていう、のを、みんなでディスカッションして、共有し合ったりとか、あとグーテンベルグ出た時に、まあみんなでグーテンベルグって言ってるんですけど、どうなるかわかんないんだから、じゃあみんなで触ってみようぜっていう会を作ったりとか、あと一番良かったのがですね、これですね、やっぱりやっぱブログを書くから、ブログを書くことだけで一回イベントだったりですね、ミートアップやってみんなでヒラパーに行って散々遊んだ挙句帰って、一応ワンセッションがあったんです。あの文章の書き方みたいなのがあって、セッションがワンセッション でその後みんなでブログをわーって書く時間1時間ぐらいをして、ブログを書いてハッシュタグをつけて、Twitter で拡散するっていうのがありました。この時が一番いっぱいたくさん聞いていただいたのが一番でした。で、登壇もですね、もちろんあの普段喋っていただいている方にガンガン喋っていただけると嬉しいんで、それもまあやってるんですけど、僕はですね、なるべく多くの人にですね登壇していただいて、こういうあの枚方ってそんなに大きいミートアップを開いてないんですけど、実際ミートアップからでもいいんで、まずは登壇してみて、登壇をしてもらって、登壇するのはそんなに怖くないんだなっていうのを味わっていただいてですね、それこそワードキャンプ大阪だPHP カンパですとか、そういうところに大きな舞台に行ってもらって、登壇するステップとして、登壇してもらえたらいいなと思って、かなり初心者だったり、初めての方に登壇することをお勧めしています。というのがあってですね、この、ヒラパーで遊んでブログを書く会も、初めて、登壇する方で、その子は高校生なんです。高校生に文章の書き方っていうのを、セッションがあって、それを、40代とか30代のおっさんがですね、話を聞くっていう素晴らしい会になりました。で、今のところ1年間通してやってみてですね、すごいうまいこと回ってるなとは、枚方はですね、大体3ヶ月に1回、ゆるゆるペースでいこうっていうのを心がけてるんで、3ヶ月に1回くらいのペースでやってるんですけど、今のところ、順調に進んできているので、来年以降もですね、同じぐらいの感じのペースでゆっくりやっていけたらなと思っています。来年、去年じゃない、今年4月ぐらいにヒラパーで遊んだんですけど、来年も4月ぐらいにヒラパーでみんなにできて、ブログを書こうかなと思ってますんで、もしよろしかったらご参加お待ちしております。はい、じゃあヒラパー大丈夫です。ありがとうございます。こんな感じで、じゃあ次、シガお願いします。
滋賀で働く鎌田と言います。滋賀はですね、まだ2回しかやってなくて、まあ、ちょっとあの様子ぐらいを写真で見ていただこうかなという感じです。ですね、今までですね、2回やってる。滋賀、琵琶湖の周りぐるっと一周回るツアーを、個人的にやりたいなと思っていまして、今のところ、草津市と守山市で1回ずつやりました。で、徐々にですね、まあ、大津とかでもやって、広北の方に、進出していって、ポツポツとワードプレス触ってはる方とかもどうやらいるみたいなので、そういうネットワークを広げていきたいなという感じでやっています。ぜひですね、滋賀に住んでる方も、それから、あるいはですね、近隣の京都とか、あとはですね、もちろん東海の方の方でも全然ウェルカムなので、いらしていただけると嬉しいです。じゃあ、ちょっと簡単になりましたけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、関西を飛び出して次どこ行こうかな。トロさんですかね。はい、お願いします。信州ワードプレスミーター、トロさんお願いします。練習に時間がかかって出ないなぁ。ミラーレンド来たの。はい、皆さん信州ってどこだと知ってます？知ってる人、知らない人、ありなかった人どっちやねんかと思うんですけど、まあ一応長野県民は長野っていうと長野市っていう、まあ上の方のあそこ刺しちゃうので、信州って何とも県外の点伝わりづらい名前でやってるんですが、そうですね、主にワードプレスの話を魚にピザを食う会と僕は思ってやっておりますずっと、なので毎回ピザコワーキングスペースを中心にやってるんですけど、そこで、毎回ピザを頼んでなんか喋るみたいなのを基本にしながらやってます。そんな感じですかね。まあ一応、ミートアップは、一応、今のところ、毎月、やっていて、一応、12月の21日、来週の土曜日もまたなんか、ミートアップやろうかなって言ってるんですけど、皆さん、なんとなく長野って思うと、やっぱ田舎なんで、なかなか人口も少ないんで、相変わらず人が集まらないなと思いながら、ずっとやっております。なんでしょう。万が一、それ最近飛行機も神戸空港から飛んだらしいので、ぜひなんか、ね、観光ついでに来てもらえたらなと思います。そんな感じでいいかな、はい、簡単ですが。はい、どうも。ありがとうございます。じゃあ、小関さん、お願いします。皆さんごめんください。こんにちは。ごめんくださいって新潟市のため通用しないで、新潟から来ました小杉と言います。変な感じになってた。新潟のワードプレスミートアップちょっと説明したいと思います。ですね、小杉と言いますが、枠帽子よく私かぶってるので、 Facebook とか Twitter とかなんか見たこと、実際見たことあるかもっていう人ってどれくらいいますか？これなんか帽子見たことある、はい、小杉です。もしかしたらこれが本体かもしれないっていうのを言われてたりします。結構私自身講師としていろいろやってるんですけれども、長岡のミートアップ、ミートアップって今日はミートアップって言ってますけど、長岡では勉強会って言ってます。ミートアップって言っても通じない方々なんですね。だから超初心者ユーザー、もう度がつく素人という方々を結構相手にしています。
どれくらい素人かっていうと、大体2ヶ月に1回はワールドプレスとか、ワードプレイスっていう人が来るぐらいの、方々を相手にしています。だから、テーマとかプラグインとかよくわからないけれども、なんかワードプレスがいいらしいというので来た方が結構多くて、結構ワードベンチっていう前の勉強会の時代から考えると、33回やって、プラスミートアップが14回みたいな、1回目が2016年の1月13日くらいから、まあ、ポツポツ定期開催するようになってから毎月やっています。でですね、ちょっと写真がいくつかあって、これ2018年の、去年の11月13日、こんな感じで、開いてますね。ワードプレスの話をする会みたいな感じで、こう、それぞれグループになって、みんなしてワイワイ喋っていく。で、これが今年の1月くらいからですね。この時は、なんか、何したんだっけな、まずね、新潟はちょっと座談会形式の方がすごい多くって、まず、これ右上の写真見てもらうとわかるかもしれないですけど、丸く円形に椅子出して座ってもらうんですよ。それで、ペアトークっていうのをしてもらって、一人2分ずつ話、自己紹介をするっていうようなことをやっていたりして、で、その後で、それやるとみんなすごい口が、滑らかになるので、すごいワイワイ自分たちで今度喋るようになったりとかっていうのをして、まあ、最終的になんかホワイトボードに感想を書いてもらうみたいなことをするようになりました。で、6月の7日のこれプラグイン祭りっていうので、なぜプラグインそのものよくわからない。そもそもワードプレスのダッシュボードの管理画面よくわかんない人がいるので、じゃあ、20人くらい集まった中で、みんなして一つのワードプレスにプラグインを全員で100個入れてみようっていうのを、やったんですね。で、プラグイン祭りは実は3回くらいやっていて、1回目やった時に誰かが、なんかすごいプラグインを、公式ですよ。公式ディレクトリーのプラグインを入れたら、もうフリーズしちゃって、動かなくなっちゃったっていうこともあったんですけど、この時いくつ入ったの？これ90個入ったの。っていうので。で、プラグインとりあえず入れてみて、あ、こういう風に動くんだな、みたいなのをやってたりしました。で、11月8日はこれ、ワードベンダーとワードキャンプの後のやつですね。なんか一番人数が増えて、こんなに集まったの初めてだよねっていうのは常連さんとかで言ってました。で、10月21日、今年の10月ですね、ワードキャンプ新潟2019というのを私実行委員長としてやったんですけれども、その時にもうミートアップ、おにぎりミートアップをやりまして、みんなしてこうおにぎり、おむすびをこう2個ずつ食べに来てた。ですけど、なんかおむすびを食べに来たらミートアップに強制参加させられたみたいな感じの図がこちらなんですね。この時も円形になって座ってもらって、まあ、ペアトークをして、まあ、これ右下のところでこうやって時計見ながら司会の人やってくれましたけれども、そんな感じでミートアップしていました。なので、まあ、普段から結構初心者向けの内容をやってるんですけど、そもそもこの今いらっしゃる会場の中で、ワードプレス実は本当ど素人なんだよねっていう方でどれくらいいらっしゃいます？ありがとうございます。はい。まずなんかいろんな人手を挙げてましたけど、ぜひ気軽に声かけてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ワードプレス初心者って言ってかなりのオーガナイザーではどういうことそうですね。でも本当にね、ワードプレスわからない。わからない。わからない。千秋さん、お願いします。電気消えない。皆様こんにちは。香港から参りました、コーダと申します。日本人です。2008年から香港に住んでおりまして、今日は香港のミートアップ周りをちょっとお話ししたいなと思います。ということで、香港ワードプレスミートアップのご紹介です。で、そもそも香港どこでしょうかということで、意外とはっきり分かってない方もいらっしゃるので、改めて台湾のもうちょっと西側になります。面積も人口も東京都の約半分くらいとなっています。で、この千秋です。2008年から香港在住なんですが、ここに並んでらっしゃる皆さんとは違いまして、オーガナイザーではございません。皆さんと同じように一参加者として、香港のミートアップに参加している私なりの視点でご紹介したいなと思います。実際のオーガナイザーはこちらです。アイバンさんとジミーさんがやって
ています。香港のワードプレスミートアップの立ち上がりは2016年の11月からやってくれてます。はい。で、香港の地元の言葉っていうのが広東語なんですね。で、英語圏の方もいらっしゃいますので、毎月交互に広東語の会と英語の会が相互にやってる感じです。で、主に SEO とかマーケティングのネタが大人気です。で、ワードプレス15周年っていうのが去年ありました。すごい後ろにいたら映らなかった残念な集合写真、こちらです。とても楽しかったです。で、今年ですね、2019年10月12日香港では2回目、10年ぶり2回目の開催になったワードキャンプ香港やりました。結構デモとかで開催が心配されたんですけど、無事に終えることができました。で、このミートアップを3年ぐらい続けてきて、こう、ワードキャンプ香港に至った経緯っていうのが、この15周年でこうイベントやってみたら結構楽しかったっていうのを、このアイバンさんがですね、このハゲ頭のアイバンさんが、ちょっとなんか次のステップなんかやりたいなっていうのを思ってらっしゃったそうで、で、15周年の、ミートアップの15周年祝いの後ぐらいに私がですね、ワードプレスミートアップの中でライトニングトークをさせてもらったんですね。で、ミートアップは結構行くと LT っていう5分ぐらい喋るライトニングトークのイベントを結構されるミートアップが多いんですけど、香港のミートアップではまだ全然誰も LT してなかった中で、のこのこ行って広東語で5分ぐらい喋らせてって言ったら、何したいか分かんないけど喋ればみたいな感じで、その中で広東語で5分間ワードキャンプとは一体何かっていうのをですね、香港と話で、日本の様子を話し、はい、北島さんのなんかテーマ作者さんとも喋れるのとか、で、なんか、カンファレンスデーとコントリビューターデーがあって、アフターパーティーもあって楽しいよ、みたいなことを話し、で、世界中でやってるよ、みたいなこととか、で、ワプーっていうものがいるんだよとか、そういうのも全然香港の方たち知らなかったので、いろいろ楽しいよっていうのを知りました。で、これにこう触発されてくれたとアイバンさんは言ってくれてるんですけど、この LT をしたのは去年の8月でですね、今年の1月にアイバンさんからうちでもやろう、香港でもやろうということになりまして、で、ようやく開催に至りました。はい、これですね。なので実行委員としても参加させてもらいまして、この時は隠れずにちゃんと前の方でワプーの絵を抱えているんですけど、ちょっとワプーが斜めになってしまった残念な写真です。はい、という感じで、オーガナイザーではないんですが、もうぐるぐると運営の人たちを振り回しながら参加をしています。で、その時のアップがこちらですね。ドラゴンと香港を出してドラゴンマップっていうのが現地の、香港人のデザイナーさんが生み出してくれました。で、隣は私の好きなヤンチャ、美味しい豚まんのヤンチャのシーンです。で、2009年の時のサイト、ワードキャンプのサイトと2019年の時のサイトの対比ですね。で、130枚のチケットが売れました。結構小さい規模だと思います、ワードキャンプの中では。私が今まで参加してきた中でもすごい一番ちっちゃいワードキャンプ、なんだったら香港のミートアップの中でたくさん人が来たら同じぐらいの人数みたいなんで、なんかミートアップとワードキャンプの境目がないぐらいの規模なんですが、楽しくできました。はい。で、アフターパーティーはルーフトップバーでやりました。すごい眺めが良かったです。はい。で、来年もワードキャンプやる予定をして頑張って準備する所存でございます。で、ミートアップほぼ、毎月どっかの水曜日の夜に開催していまして、で、私の主人がどっちか参加してて、で、用語もなんか英語で出てきたりして、なんか広東語会とかでも意外となんとなく意味が分かったりするかもしれないので、もしよろしかったら香港のミートアップに合わせて香港の人に来たりもしてみてください。なんか誰でも参加できるので、誰でも OK っていう空気が香港でもあります。同じように私この日適当に参加しながらも受け入れてもらえてるので、今日紹介があった関西のあちこちのミートアップですね、ぜひお近くであったり、もしくはちょっと遠くてもミートアップの日に合わせて観光も合わせていくなんていうのもあるかと思いますので、ぜひぜひお気軽にミートアップに参加してください。以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。これで全員喋りました。
選手がいましたね。はい、という、いろんな各地のワールドプレスミートアップ、それぞれの特色が出てるんじゃないかなと思いますが、ここでですね、何かお話ししましょうか。そうですね、何かご質問とかあります？なんか、なんでしょうね、こういう時どうしてるんですかとか、登壇者どうやって集めてるんですか。ない、ある、すごいシーンとしてる。あ、そうですね、どうですか、どうやって、場所によってその登壇者集めてるとか、ディスカッション形式だったり座談会形式だったりとかあると思うんですけど、登壇者を集めないといけない時ってどうやって登壇者が声をかけてる、どう、こっちで言うどう巻き込んでます、まあ、僕の場合は、まあ、主にピザを食う、まあ、一応同じ会場でピザを食うんですけど、その時になんかちょっと面白そうなこと言うけどやつがいたら、なあなあなあ、来月暇か、いつが暇って言って、じゃあスライド持ってきてっていうのを半ば反強制的にやります。スライド持ってきてっていうのは、そう、で、テーマなんかもこの人はこれに対して喋ってくれるだろうなっていう手で、まあ、そうスライド作ってきて、まあ、なんかのスライド作ってきてとかで、ここのテーマのスライド作ってきてじゃなくて、こうスライド作ってきて、そう、もうなんか、まあ、なんでしょう、いや、ぶっちゃけ登壇って怖いじゃないですか、やったことないと。だから、なんか、まあ、なんでしょう、僕の方では若背中を押してあげるという気持ちで、なあなあなあ、やらへん、まあ、それでも集まったこともあるんで、その時は半泣きになりながら毎月スライドを作って、来月スライドを100枚か、まあ、作らなきゃいけないんで、ちょっと若干ついて泣いてます。そうなんです。ありがとうございます。ここが巻き込み方私はですね、まあ、2つぐらいパターンで、あって、で、はい、で、そうですね、うちはまあ、懇親会で声かけてて、なんか、やってもらうっていうパターンなんですけど、なんかその、最近気になってることとかありますかっていうところから、あまり手口を変えたので、まあ、そこで、まあ、こういうの気になりますって言った人に対して、まあ、誰かサポーターつけたりとか、まあ、なんかこの辺とか面白いかもしれないですねっていうのを説明しつつ、まあ、なるべくこうサポートして喋ってもらうっていうふうに持ってきたりとか、あとはなんか逆に運営側で気になってることありますかって話して、じゃあその、この辺やってるのって、この人はなんか前になってなかったよねみたいな。を思い出して、その人に声をかけて、神戸はでもディスカッションないじゃん。そうだよね、ディスカッションがほとんどなので、まあ、たまにお呼びしてとかいうのがあるんですけれども、どちらかといえば、たまたまスケジュールが合うっていう方のが結構優先されるかなと思います。なるほど。じゃあ、ごめんなさい、オーガナイザーじゃない方にお聞きするんですけど、急に肩をポンって叩いて、来月登壇してくださいって言って、登壇できるっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか。僕、登壇いけるぞ。いるわ。すげえ。どちらに住まれてますか。大阪ですか。今、かなりロックオンされましたね。すごい。ちなみに どんなことをお話ししていただけたりしますか。これ自由で。あ、届かない。じゃあ、中開けて。ありがとうございます。そういうことか。全然楽しい。全然スペースの問題がスタートのではないんですけれども、ただ、こう、書き入れ、発表することによって、自分が出られるものがあると思います。とりあえず前喋っていて、
恥かいても別に、あんまり素敵そんなに気にしないとりあえず喋ってみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな素敵な話が聞けるとは思ってなかった。ありがとうございます。あの後でどこからかオーガナイザーが現れると思うのでよろしくお願いします。ね、あの登壇するのってやっぱこうちょっとまあなんだかんだでハードルが、まあ、ちょっと恥ずかしかったり、僕も最初やっぱ恥ずかしかったりとかするんですけど、まあ、登壇一歩こう踏み出してもらえるとあとはトントン拍子であのこういう大きいイベントで喋ったりとかもできるようになるのでぜひぜひ登壇していただけたらなと思います。でですね、あと3分だ、あと何かあるあと何かお聞きしたいこととかってありますか。お宅のミートアップどうなんの、こんなことされてますか。のミートアップ、皆さんミートアップって 100% GPL ってどうやって説明してますか。普通に最初に言う、やっぱ最初に言います。まあ、これだいぶラフな感じで。神戸は毎回そう、あのバーと飛ばした中に1枚始まってる。そうね、うん、ただぶっちゃけ、まあ長野もだいたい想像の通り、あのワードプレスって初めて見たんですけどみたいな人が、そう GPL とか言われてもと来ないじゃんみたいなところからふわっと話をしたりとか、あのそれは結構来る人見て決めます。あの5人とかだと分かるじゃないですか。あの来た人、初めて来た人やりたくてなかったら、はいっつって、じゃあ何しよっかっつって、出ないわけ。何さ、どうします。基本的にやらないんですよ。で、GPL の常連さんからそれこそ前回のあのやつで 100% GPL のことを話したいんだよねって言ったら、難しいと思うので出さない方がいいと思いますって言われたんです。だけど私当時は東京終わってからやっぱりやらなきゃなと思ったので、ワードプレスの話をしようの前にいつも自己紹介の時に、まあ、いろんな話、何とでも自己紹介するんですけれども、ちょっとまあ、なんとなく2、3回参加している方が増えてきたので、ちょっと 100% GPL の話をさせてくださいということで、でゴールは 100% GPL のライセンスを守るというよりは、ワードプレスはたくさんの人によって作られているんだということを持ち帰ってもらうというのがゴールなんですね。で、それを、じゃあ最後感想にホワイトボードを書いてくださいっていう流れでは説明をして、なんとなく分かってくれたかなみたいな感じはありましたが、先に出すのも多分来ないっていう感じでした。ちなみに 100% GPL のことをうっすら知ってるって感じはどれぐらいいらっしゃいます。あ、うっすらでもいい、うっすらでもいい。あ、でもそうですね、 100% GPL もなかなかこう説明も難しいし、あの、なんでしょうね、 100%GPL っていうのはまあまあ硬くて、あのなかなか聞きにくいわけではないんですけど、なんか伝わりにくいところがあるので、あのよかったらあの後でワークカフェのあたりにオーガナイザーをうろうろすると思うので、 100%GPL って何ですかって聞いていただいたらですね、本節丁寧に 2,30 分お話しあのもしよかったら捕まえて聞いていただけたら、懇親会とかも何人か分かるたまたま横に行く懇親会の全員参加なんで、懇親会で参加される方はですね、本当はもう一個上の方を連れてきたかった、ソフトドリンク飲みながらいなかった、ちょっと聞いていただけたら、楽しい話ができるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。というわけでですね、バッチリ。はい。じゃあ、ですね、座談会に関してはこちらで終了したいと思います。長い時間ありがとうございました。